郡山貨物ターミナル駅は、福島県郡山市朝霞町、荒谷山猫田一番地に,にある、日本貨物鉄道の貨物駅、東北本線所属福島県中通りの鉄道貨物輸送の拠点で、着発線、200方式を導入している。郡山総車場として開設され、東北本線の貨物輸送の要だった。郡山車場は、東洋一と言われた規模を有し、 1970年代初頭には、ヤード内入れ替え作業がコンピューター化された。1977年に、郡山駅の機能を移し、駅に昇格した。20万3000平方メートルの敷地面積を持つ地上駅。線路は南北方向に通っており、コンテナホームなどはすべて本線の東側に設置されている。上下本線の間には、 上下4本ずつの着発線がある。名称は、西側から下り本線、下り1から4番線、上り4から1番線、上り本線の順。上り本線の東隣にも着発線2本と、側線6本がある。側線隣の線路が着発線2役方式を採用する、着発線兼2役線であり、コンテナホームが接する。コンテナホームは島式で、 反対側にも2本の2役線が付設されている。校内の南側にはコンテナ社の研修庫と研修線がある。かつては校内北側に研修庫があったが、研修庫下を横切る南側の河川工事のため移転した。また、研修庫の南側にはセメントターミナル氷山営業所があり、ここへ伸びる2役線も存在する。この営業所は、かつては貨車による セメント輸送が行われていたが、2000年3月の大越駅からの到着便をもって廃止された。構内は着発線を除いて電化されていない。そのため、構内の入れ替え作業は新鶴見機関区に所属するで、重軽ディーゼル機関車が担当している。駅事務室が入る駅舎には、営業窓口の JR 貨物郡山営業支店や、郡山総合鉄道部などが入居する。当駅は、 コンテナ貨物と臨時の車扱い貨物の取扱い駅である。コンテナ貨物は JR 規格で12フィート20フィート30フィートの鉄道コンテナと ISO 規格で20フィートの海上コンテナを取り扱う。取扱い品目は発送貨物では種類、積合わせ貨物、医薬品、米、自動車部品などで到着貨物ではガラス製品、化学工業品、 清涼飲料水、工業薬品などである。また産業廃棄物、特別管理産業廃棄物の取扱い許可を得ており、これらが入ったコンテナの取扱いも可能。郡山市統計所によると、2017年度の JR 貨物の発送貨物は192,530トン、到着貨物は168,796トンである。近年の推移は、 以下の通りである。手前が郡山貨物ターミナル駅。中央はビッグパレット福島。長らく東京貨物ターミナル駅、宇都宮貨物ターミナル駅と並び、駅名の読みの長さでは JR トップであったが、2002年に北九州貨物ターミナル駅にその座を譲った。ありがとうございます。